みんな違うんだけれど、それみんなに価値があって、それにこう自分なりのアプローチで気づくっていうことが大事です。はい、おはようございます。和製メンタルクリニックの院長、増田祐介です。今日は、我々の命は猫一匹の命よりも価値はないのかをテーマにお話ししようと思います。ちょうど時事ネタなので、まあちょっと扱ってみようかなと思います。で、この話ってですね、まあ彼をですね、この発言をした人を、まあ僕は非難するつもりもないですし、どういう人なんですかということをですね、診察するというか、まあ診察なんかできないので、会ったことないので、そんなつもりも全くないんですけれど、ただ、結構よく出るテーマなんですよね。臨床的にはよくこういう話ってするんですよ。だから自分の命って、は意味がない、だから先生に治療してもらう価値がない、私は生きてる意味なんかないんじゃないかっていう話はですね、もうよくします。だから精神科の臨床ではもう毎日その話をしてますね。もう、姿形を変えて毎日そんな話をずっとしてるんですよ。なので実際ですね、じゃあ他の患者さんとどういうやり取りをしてるのかで、他の患者さんはどういうふうに考え方が変わって、まあ自分の人生にですね、価値を見出すようになったのか、それは生活保護の人であれ、実際に働いている会社員の人であれ、独身の人であれ、既婚の人であれ、優秀な人であれ、そんなに競争には勝つ力がない人であれ、まあいろんな人がですね、その人なりの自分の命の価値ということに気づいて、治療っていうのはですね、進んでいくんですけれど、まあその話ができたらなと思います。で、なんだっけ。まずですね、その、今回の話をちょっとだけ、まあ、整理するというか、まあ、ちょっと概念化してちょっとお話ししようかなと思うんですけど、自分の近くにいる人とかは価値があって、自分の遠くにいる人には価値がないという考え方っていうあるんですね。だから近い人っていうのは、まあ自分に快楽を与えてくれる、まあ気持ちよさだったり、仕事上の利益だったり何でもいいんですけれど、で優秀な人が近くにいるんだと、で優秀じゃない人は弾いてるんだという考え方ですね。モブなんだと、モブには価値がなくて近い人には価値があるという考え方ですね。で反対の考え方っていうのはですね、まあ全員が平等に価値があると考えることですね。だからこれもまあ極端で、家族のように他の人も愛しなさい、隣人を愛しなさいなんて、まあできるわけないんで、こんなこと、まあ理想目標すぎてできないし、そのせいでですね、その教えに従っても、発達障害の人とかですね、まあいろんな人に親切を振りまいて苦労したりとか、心身をすり減らしてですね、でそれができない自分を責めたりする人っているんですけど、まあこれも極端ですよね。まあ近いから近い人には優遇して、遠くにいる人は優遇しないっていうのも極端だし、じゃあみんなに平等に振る舞うっていうのも極端ですよね。で、まあ臨床上はですね、まあこういう安易な功利主義とか道具主義っていう話っていうのは結構出ます。だから功利主義って何かっていうとですね、まあこれですね、倫理の用語集、ちょっと見ながら説明してもいいんですけど、まあ、時間の都合上ですね、見ずに説明しますけど、自分にとって、快、利益があったりとか、役に立つとかっていうものはですね、まあ、意味があるという考え方ですね。だから、快をもたらすものには価値があるというふうに考え方です。で、快があるものを、やっていけばですね、まあ、そういう神の見えざる手で、まあ、人類の幸福度っていうのは全体的に上がっていく、社会全体の幸福度が上がっていくんだっていう、まあ、考え方ですね。で、これをもうちょっと発展させると道具主義みたいな言い方をすることもあります。だから、社会にとって役立つものっていうものには価値があるんだと。役立つっていうことには価値があるというふうな考え方ですね。道具として利用価値があるものは、まあ、理論であれ、思想であれ、実際のね、ものであれ、サービスであれ、何でもいいんですけど、には価値があるというふうな考え方ですね。で、これがですね、まあ、素人判断の思いつきで何となく喋ってるっていうのが、まあ、残念ながら臨床の、まあ、起きる会話なんですよ。だから、ここにはですね、まあ、心の専門家とか、そういう、まあ、哲学とかへの、まあ、軽視みたいなものが、あります。だから、もうちょっとですね、深く考えるとか、そういう学んでいけばですね、それがその自分の独りよがいな理論だっていうのはわかるんですけれど、まあ、
そこまでの発想が至らなかったり、しますね。ただ自分なりに患者さんたちが自分なりに、まあ、悩んだ末の、まあ功利主義なので安易っていうとあれなんですけど、まあ難しいね、学びっていうことを軽視している意味では、まあ侮辱的な要素もあるし、かといってそのね、自分で切磋琢磨で考えたことを、学びが足りないっていうのもなんかね、押し付けがましいし、まあ良くないですけど、まあで、まあと言いつつ、まあ臨床は哲学じゃないんで、哲学の議論をするために臨床があるわけじゃないんで、こんなのは、まあ、あのね、話半分で聞いてもらったらいいんですけれど、結局じゃあ自分の命に価値はないっていうのはどういうことなのか、どういうふうに臨床で扱われているのかという話をするとですね、まあ、まず前提としてしていただきたいのは、僕らっていうのは連続的に会い続ける関係なんですね。医師であれば、まあ、最新の時間って5分前後ですけれど、まあ、カウンセラーであれば45分、50分、ちょっと長くなりますよね。だけど、まあ、連続的に会い続けるっていう意味では、まあ、一緒かなと思います。で、単発では終わらないんですよね。だから、あの、占い師でも、まあ、宗教のね、お坊さんでも何でもいいんですけど、そういう1回、2回のね、説法で終わるっていうことではなくて、まあ、連続的に何回も 何度も会い続ける必要があるんですね。だから、感動ポルノっていうかですね、なんかこう話を聞いてもらって、ああ、救われた、みたいなことが、あってはいけないというか、まあそれはあってもいいんだけど、それはまあおまけみたいなもので、それ自体にはそんなに大きな価値はないですね。これが一回あったから、じゃあ治療がパッと終わりますかっていうことはほとんどないですね。だから、ある意味の、その、いいなと思う時もあれば、あんまりうまくいってない時もあるし、共感がしてもらえた時もあれば、なんか話が通じなかったな時もあるし、まあ話通じるって難しいんですよね。このテーマが難しいから、その会話の中でしっくりね、通じ合う時もあれば、なんかこう、十分に言い切れなかったなとか、そういうことは絶対あります。あとは家族じゃないんですよね。家族や友人でもないし、教師、生徒教師の関係でもないので、ね、僕らが仲良くなっていくこととかに価値がはないし、増田先生の言うことが理解できるようになったら終わり、卒業とか、そんなこともないです。だから、僕らの思想とか精神医学のことを知れば、治療がうまくいく。まあ、知った方がうまくいくって僕は言ってるんですけど、でも、別にそれを学び終えたら治療が終わり、ちゃんちゃんってことは全くありません。ただ前提条件としての知識っていうのは絶対必要なので、まあ、こういう動画を使ってるっていうことなんですけれど、でも教師ではないですよね。戻りますけど、教師生徒の関係ではないです。それで治療はうまくいきません。で、それはまあ、もうちょっと細かいこと言えばあるんですけど、まあ、飛ばします。まあそうだろうなと思ってください。で、どこに答えが あるのかとか、再現性っていうのはどういうものなのかっていうのは本当にこう、難しいんですね。だから毎回手探りなんですよね。患者さんごとにやっぱ答えて違うし、どういうきっかけでその人が自分の命とか価値に気づけるのかっていうのは毎回違うんですよね。で、人によっても違うんですよ。それは違いますよね。結婚してる人いれば独身の人もいるし、会社員の人もいれば生活保護の人もいるし、なんだ、モテる人もいればそうでもない人もいるし、優秀な人もいれば競争に負けやすい人もいると。気が強い人もいれば気が弱い人もいる。もう、親子の仲がいい人もいれば、ね、親とか兄弟から虐待されてる人もいる。もう毎回違うんで。だから、だけど、みんな違うんだけれど、それ、みんなに価値があって、それに、こう、自分なりのアプローチで気づくっていうことが、大事です。で、答えは結構平凡だったりするんですよね。なんか、どういうきっかけでその人が、自分の価値、心、命とか自分の人生に価値を見出すのかっていうのは、毎回違うし、そしてその答えっていうのは、アプローチも含めて、意外と平凡だったりするんですよね。ちょっと友達に褒められたとか、ツイッターでいいねが増えたとか、上司からちょっと褒められたとか、なんだろうな、そんなに、まあ、結構平凡だったりしますね。なんか、あの映画を見たらなんか救われたとか、なんかまあ、よくある映画とかでもなんか言ったりすることもあるし、なんか結構ですね、まあ、答え自体は平凡だったりします。ただなんかこう、コップのですね、水、グラスに注いだ水がどっかで溢れるように、なんか積み重ねがあって、どっかでこう溢れるんでしょうけれど、まあ、その最後の一滴っていうのは案外平凡なもんですね。というのことがありますね。
だからまあなかなかその平凡さがあるがゆえになかなか動画にもしづらいし、そして個別的であるからプライベートな情報になるので、まあ、動画にもしにくいということがあります。はい。でやっぱり僕思うんですけれど、やっぱりこう不思議なんですよね、世界っていうのは。だから僕らから見ればですね、遠くにいる人っていうのはモブに見えるんですよね。モブキャラに見えちゃうんだけれども、だけどその人たちは 僕とね同じぐらい複雑なそのものを考えて、むしろ僕よりもね複雑なことを考えたりして、そして彼らは彼らの近くの人を尊重し、遠くにいるモブで僕はモブになり下がってるんですよね。だからそういうところのこう複雑な絡み合いの中で世界って成り立ってるので、なんていうのかな、不思議だなと思います。だから一期一会とかそういうものが面白かったりもするし、とても不思議ですよね。だから世界っていうのはすごく深くて重厚で平凡なものではなくて、モブなんかいないってことになるんですけれど、でもモブのように見えるっていうね、不思議なことが起きてます。はい。ということで今回はですね、我々の命は猫一匹の命よりも価値があるのかないのかということをテーマにお話してみました。もしよかったらですね、いいねと思ったらグッドボタンおびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。